種なしスイカ種なしスイカとは、多くの種子を含むスイカの果実が種子を生成しないように処理されてできたもの。スイカは、本来2倍体である。2倍体スイカを発芽後に、コルヒチン処理し、倍化させ4倍体にする。4倍体のメシベに2倍体の花粉を10個させ、3倍体の種子を作る。この3倍体を育て結実させると、種子が正常に発育しないため、 種子のないスイカができる。種なしスイカの栽培法を開発したのは、遺伝学者の木原人氏である。日本で開発された栽培手法であるが、現在は栽培に手間がかかること、コルヒチンは有毒であること、食味などがややおっとり消費者に好まれないこと、一方でスイカから種を除去して食べることを消費者が、さほど厭わないことから、生産は非常に少ない。 そのため新しい育成法も研究されている。一方で、東南アジアでは非常に人気が高く、栽培が盛んに行われている。人件費が低く栽培の手間が価格にあまり反映されないことと、飲料水の品質が非常に悪い地域が多く、果物を食すというよりも水、ジュース代わりとして食べられており、早急に喉の渇きを潤したい消費者にとっては、 種を除去する手間が厭われたからである。ありがとうございます。